らつきサマーウィークということで、球場の外でそして中でいろいろなイベントが行われています。マリーンズの先発は田中晴也でした。その立ち上がり、1番の大里からフォークボールで空振り三振。森に対してはまっすぐで打ち取ります。1回2回と良かったんですよね。いや本当ね、1回は本当にね、ホームラン5回ぐらいまでノーヒットでいくんじゃないかなと、はい、そんなピッチングだったですよね。一方バファローズの先発斉藤京介、立ち上がり制球が乱れてノーアウト満塁。4番の外、センターへ犠牲フライ。まずマリーンズがこれで1点を取りますが、実はこの回1点止まりでした。この1点止まりが響きましたね。ですね、ポランコはね1点取っとけば、はい、また変わったでしょうけどね。ポランコはワンアウト3塁1塁でキャッチャーへのファールフライ。でこの後2アウト満塁としたんですが、岡がファーストへのファールフライということで1点止まりに1回の裏は終わりました。3回のバファローズ、2アウト1塁で1番の大里、1塁線を破ります。タイムリースリーベース、頓宮が帰ってきて1対1の同点。4回です。この回の先頭森、フォアボール。4番の西川、ライトスタンドへツーランホームラン。甘く入ったスライダー、西川が見逃しませんでした。3対1になります。そしてバファローズ先発の斉藤京介、これは4回のピッチングです。佐藤俊也、高めのまっすぐ打ち上げてセカンドフライ。そして岡が倒れて安田は三振。2回以降斉藤京介が立ち直ります。5回のバファローズ、2アウトから大里ツーベース。2番の太田、右中間の真ん中を破るタイムリーツーベース。バファローズが2アウトから追加点、4対1。田中晴也は5回まで投げました。そして斉藤京介も5回まで投げましたが、これは5回、藤原の強い打球、セカンドの太田のファインプレーがありました。見事なプレーでした。小川はキャッチャーへのファールフライ。先発の斉藤は5回2安打1失点でゲームをまとめています。7回マウンドにコルデロ、2アウト2塁で太田です。太田今度は引っ張って三塁線を破るタイムリーツーベース。有藤さん、ここも2アウトからだったんですよね。そうなんですよね、今日は2アウトから失点というケースが目立ちました。そして7回裏2アウト3塁で藤原に期待がかかりましたが、ここは山田が抑えました。5対1で9回、マウンドにはペルドモ、最後は中村翔吾、空振り三振で試合終了。5対1、3連戦の3戦目はバファローズが取りました。斉藤が2勝目をマークしています。